ゲームパッドのボタン押しボタンは押すことでスイッチを開閉する部品。プッシュボタン、押しボタン、単にボタンとも呼ばれる。指先で押すという操作によって機器への入力を行うパーツである。ボタンを押すとストロークする。カチッという音が鳴るボタンもある。電子機器や産業機器においてはスイッチング回路と組み合わせて、 押しボタンスイッチの意味で使われることが多いが、本来的には、ボタンの使用とスイッチング回路の使用は別々の概念である。産業機器における、押しボタンスイッチは、日本においては、一般社団法人日本電気制御機器工業会が、策定するネカ企画において、ネカ C4520 及びネカ C4521 において定義されている。かつては、 実規格において定義されていたが、これは1999年に廃止され、ネカ企画に引き継がれた。また、加減製品における、押しボタンスイッチに関しては、トロン仕様の中の、トロンヒューマンインターフェース仕様が定義している。トロン仕様においては、操作方法の分類において、指先で押すことによって操作することを示す、押しボタンという概念と、設定内容の分類において、 ON、o f オフなど二社択一でどちらかを選ぶことを示す。スイッチという概念は別々に定義されているが、プッシュ型パーツの最も典型的な例として、押しボタンスイッチが例示されている。トロン仕様においては、スイッチは二社択一でどちらかを選ぶものと定義されているため、例えばボタンの押し方の強さによって、数値や量を指定して機器に渡すような装置は、プッシュ型ボリュームということになり、 スイッチには含まれない。押すと、オンになるタイプのスイッチ押すと、オフになるタイプのスイッチスイッチング回路の仕様において分類すると大きく分けて、押すと、オンになるタイプのスイッチと、押すと、オフになるタイプのスイッチが存在する。より複雑な動作をするかのようなボタンもあるが、そういうものもほとんどは、この2種類のいずれかと、電気回路との組み合わせで実現されている。 ボタンを押した時の位置が保持される期間において分類すると大きく分けて自動復帰型と位置保持型が存在する。モーメンタリースイッチとは押している間だけ一時的にスイッチがオンまたはオフになりボタンを離すと自動ですぐに元に戻るスイッチである。ネカ企画及びタロン仕様では共にモーメンタリー型と呼称する。オルタネートスイッチとは一度ボタンを押すとその後もずっと オン、または、オフの位置が保持されるスイッチであり、押すたびにオンとオフが反転する。ネカ企画では、オルタネート、トローン仕様においては、セットアップ型と呼称する。オルタネート動作を実現する構造はいろいろあり、代表的なものとしては、ハートカム方式、回転カム方式、ラチェットカム方式がある。電気的なスイッチでなく、流体の流路の開閉など、 機械的なスイッチングをするボタンもある。アコーディオンの弁を開閉するボタン、トイレの水を流すボタンなどがその例である。キーボードのキーも押しボタンスイッチの定義に当てはまる。平らで隙間なく並んだものを特にキーと呼ぶことが多いがボタンと呼ぶかキーと呼ぶかの境目は曖昧である。スイート GUI において同様のインターフェースを規定しているトローン仕様においては 水の一保持型スイッチのことをセットアップ型と呼称する一方で GUI の一保持型スイッチのことをオルタネート型と呼称している。なお、ネカ規格においては引きボタンスイッチや押し引きボタンスイッチなども押しボタンスイッチの一種に含まれている。ネカ規格において押しボタンスイッチの一種とされる引きボタンスイッチある程度の面積がある一つのパーツにおいて 押す場所によって別々のスイッチング回路を開閉するような装置を押しボタンスイッチと呼ぶこともある。プラスとマイナスが一続きになったセレクタやゲームパッドの十字キーがその例である。ただし、このようなパーツが押しボタンスイッチであるというようなことは、ネカ企画にもトロン仕様にも定義されていないため押しボタンスイッチと呼ぶのは誤りである。トロン仕様においては、 複数の選択肢の中から一つを選ぶようなパーツは、スイッチではなく、セレクタに分類される。なお、十字キーは長らく任天堂の特許であり、他のメーカーは実装できなかったため、一つの十字キーと同じ機能を4つの押しボタンスイッチで実装している、コントローラーも存在する。メンブレンスイッチは、押すスイッチではあるけれどもボタンではないので、押しボタンスイッチに分類されない。なお、 ドローン仕様においては、メンブレンスイッチは、プッシュ型にすら分類されず、押したら凹むパーツだけが、プッシュ型に分類され、押しても凹まないパーツは、タッチ型に分類されるので、言うなれば、メンブレンスイッチは、タッチパネルである。ボタンに類似する形をしていても、機械的に動作する機構がなく。なお、iPhone の、ホームボタンについては、iPhone6S 以前の iPhone は、 本物の押しボタンスイッチを搭載していたが、iPhone7 以降の iPhone は、物理ボタンが廃止されて、感圧式タッチパネルとなっているので、同じ名前と同じ形をしていても、押しボタンスイッチどころか、ボタンですらない。ガードをつきボタン。体が当たったりして間違って押してしまう危険性が少ない。ネカ企画で定義されているものは次の5つ。長ボタン縦に長いボタン。 周囲から柱形状にボタンが突き出している。長いのでボタンを全部押し込んでも周囲と同じ高さにならない。特型ボタン凸型をしている。上ボタンよりも長さが短く、ボタンを押し込むと周囲と同じ高さになる。ボタンの先は平ら。平型ボタン周囲からボタンは飛び出さず、周囲と同じ高さになっている。ボタンを押すと周囲よりも低くなる。 キノコボタンキノコ型をしており、周囲から突き出た軸の先に大きく中央が膨らんだ円盤がついている。押しやすいが異物が挟まることがある。非常停止ボタンは赤いキノコボタンでないとならないことが、ネカ規格で定義されている。ガードを突きボタンボタンの周囲にガードがあり、ボタンの高さはガードよりも低くなっている。 ボタンがガードに守られているので手が当たったりして間違って押してしまう危険が少なく安心である。他にも見た目によっていろいろな分類の仕方がある。高温型キノコボタンのアシュで先が末広がりの円錐型になっている。非常ボタンによく使われる。大型長ボタンのアシュで周囲から柱形状にボタンが突き出している一方、ボタンの先は凹んでいるにあたるため。 ボタンと指の密着度が高い。丸型、角型ボタンの平面形。丸平型、丸凸型のようにも表す。タッチボタン機械的に動作する機構がなく、圧力や静電気などを感知する。圧力は押した時に反応するタッチエッジ型と、離した時に反応するリリースエッジ型の2種類ある。 水ではなく液晶ディスプレイなどに表示された GUI 上のボタンであることもある。実際のところ、これはタッチパネルであり、ボタンを称していても定義上は押しボタンではない。ネカ企画ではいろいろな押しボタンスイッチが規定されている。ネカ企画では触覚スイッチやロッカースイッチは押しボタンスイッチには含まれないことになっている。コンピュータの電源ボタン。 スイッチ内部に LED を組み込んだテルミツ押しボタンスイッチで電源がオンの時にインジケーターが光る。ファクトリーオートメーション用のテルミツ押しボタンスイッチ。産業用製品は厳しい規格がある。スイッチ内部に光源を組み込んだものをテルミツ押しボタンスイッチという。スイッチが光る。光源を組み込んだ部分に関しては、ネカ規格においては表示部もしくは表示灯 トロン仕様においては、インジケータという。トロン仕様においては、オルタネート動作の代わりに LED を点灯か、消灯させることによって、スイッチがオンがオフかを示す。インジケータプッシュスイッチが規定されている。色については、IEC6204 から1台ご飯では、最上部から最下部にかけて、赤、黄、青、緑、白を配置することが規定されている。家電で使われる、 トローン仕様においては LED 以外の光源を組み込むことは想定されていないが NECA においては LED 以外にも白熱電球またはネオンランプを組み込むことが想定されている LED に関しては NECA4102 で工業用 LED が規定されている白熱電球に関しては JISC7522 で 航空機用大型電球が規定されており、ネカ企画でもそれに準拠している。ただし、白熱電球は日本においては2013年に、すべてのメーカーにおいて製造が終了しており、企画の上で存在するというだけである。ネカ企画に準拠した、非常停止スイッチ非常停止押しボタンスイッチは、緊急時に非常停止するための押しボタンスイッチである。ネカ企画では、 非常停止スイッチとして規定されている。色は赤であること、形はキノコボタンであること、矢印記号をつけること、押した時に遮断接点素子のすべての接点が開け道することなどが規定されている。トロン仕様においては例外処理スイッチとして規定されている。トロン仕様においては基本的に水と同じものを GUI でも実装できると考えているが、エレベータの非常停止など緊急を要する操作は GUI だととっさの動作ができないため、より確実な操作のために、水で実装することが望ましいとしている。またストーブが倒れた時に連動して、電源をオフするスイッチなど、危険から隔離する操作は水でしか実現できないという、インターロック機構を規定している。昔のテレビの引きボタンスイッチ。 ロータリーボリュームスイッチと一体化しており、スイッチを引っ張るとテレビがオンになり、スイッチの回転動作でテレビのボリュームを上下できる引きボタンスイッチとは、ボタンを引っ張るとオンになるスイッチである。これもネカ企画では押しボタンスイッチの一種とされている。ボタンを何かの表紙に誤って押してしまって、オンにしてしまう危険性がなく、安全である。ボタンを引っ張った後、 バネの力などで自然に元の位置に戻る。ボタンを引っ張ると、オンになり、手を離すと、オフになる、モーメンタリー動作を行うモーメンタリープルスイッチと、一度引っ張ると、オンになり、もう一度引っ張ると、オフになる、オルタネート動作を行うオルタネートプルスイッチがある。昔のテレビやラジオによく使われていた。ボタンを押したり引いたりした後、手を離しても、自然に元の位置に戻らず、 手動で押したり引いたりして元の位置に戻す必要があるスイッチ。鍵が挿入されている間だけ押すことができる押しボタンスイッチ。ボタンの中央に鍵穴があり、鍵を刺さないとボタンが押せない。一定時間押し続けないと開閉動作を行わない押しボタンスイッチ。長押しでシステムを強制終了したりする。ボタンを押した後、一定時間経たないと元の位置に戻らない。 押しボタンスイッチ。連打ができない。カバー付き押しボタンスイッチカバーが付いているため、不要意に押してしまうことがなく安心である。いざという時はカバーを割って、ボタンを押す。トロンヒューマンインターフェース標準ハンドブック、P17 スイッチ、表示等編日本電気制御機器工業会。ありがとうございます。